三億円あったら何に使えますか絶対に叶いますユージョアリケンちゃん T です略してケンティー奥男見てきましたまあ率直に言う感想は 佐藤健の存在感が全くない映画周りの脇役がめちゃめちゃ秀でてる目立つキャラクター個性が強いそんなね映画でしたまあ映画終わってすぐ思うのが3億あったら何でも思いのままに変われるんだなって思う俺はうん まあまあまあ、まあまあ、いい映画、うん、まあ見どころとしてはまああそこが一番いいねあのー、シーンだけ言うよ電車のシーン、うん、電車のシーンが見どころ今から奥男見る人は電車のシーンになったらあ いいシーン来たなって指してしくださいあとあの <laughs> あの悪いとこ言うとモロッコの旅行の思い出のシーンが長いねお金とは何か重たい感じの内容になっちゃってるけど、うん、まあ、うん、まあ僕の見解からすると 中学生、高校生は、にはちょっときついかな、うんまあ、大人が見るジャンルかなって思いました。皆さん、あの今テレビで CM をめっちゃやってるし、うんまあ、見に行く価値はあると思います。はい。うん、まあ、本当に奥がね、欲しいなと思う、ね、映画でした。 帰りに宝くじ買おうと思ったけど宝くじ10枚で3000円って思ったらその3000円の宝くじ買うなら3000円美味しいものを食った方がいいなと思ってしまった時点でね僕はね宝くじにね当たる人間ではないっていうことでいろいろ映画見ていくのでまたいろいろレビューしたいと思います皆さんよかったら 高評価、チャンネル登録をお願いします。あとおすすめ映画とかあったら DVD でもいいし、コメント待ってます、いろいろ。またねーバイバイ